まあそれにしても、昨日から今日にかけてですね、まあ、各社の世論調査というのがあって、まあ、昨日は朝日ですかね、で今日は共同通信と NHK の世論調査というのがあって、ですねまあこれ見ると、まあ、NHK だったらですね支持が菅内閣支持率が44%、不支持が38%と、まあ支持がですねまあ大体その 4割台に回復してきてんのかなと。共同通信も44%の支持で、不支持が36%と。で、朝日もですね、まあ、横ばいっていうことで、えー、支持が40%、不支持が39%と。まあ、でも、なんていうんですかね、もう支持と不支持が拮抗してるじゃないかっていうね。なんかこれがやっぱその安倍内閣の支持率となんか似てるなっていうか、 あの、指示もある割にはやっぱ不指示も高いっていうねうん。で、やっぱそのね、まあ、直前までは、あの、こう不指示の方が上回ってたわけですから、ま、あそういう意味でもですね、まあ、これで、 いや、これででもなんか指示が上がってるっていうのが僕はようわからへんなっていうね。その去年と比べて今の方がもっと偉いことになってんのちゃうかなっていうね。第4波とかって言って、まあ、枝野立憲の枝野さんとかもね、内閣総辞職じゃ済まないみたいなこと言って批判してましたけども、いや、本当にあの、よりひどくなってると思うんですけども、何がいいのかなっていうね。まあ、一つはやっぱそのワクチンがね、あの接種が一応始まったっていう、 ことなんですけども、ただ数が全然足りてへんのちゃうのっていうね、なんかその、生にもろうとしよりのとこで1000人ちょっとしか用意できひんかったりとかですね、まあそれで予約ですぐ1時間で予約の電話が殺到してですね、えすぐ締め切ったとかね、なんかそういうのもいろんなニュースで出てましたけども、なんかそこがね、僕はようわからへんなっていうか、うん まあでもただやっぱその支持が、あの、まあちょっと回復傾向にあるのかなというふうに見えるんですけども、ただ実際の選挙ではですね、あの、やっぱりその自民党が落とすのがなんか目立ってるなっていうね。 まあ、それが象徴的な、この間のね、千葉県知事選なんかはですね、まあ、自民党が推薦した候補がですね、えー、相手候補というかね、あの、野党系が支持した熊谷さんがですね、100万票以上の差をつけて勝ったと、えー、っていうのもあったりとか、まあ、昨日のね、昨日の、あの、直近で宝塚市長選なんかは、 兵庫県の宝塚市商船ですね。自民党が結構取ってもおかしくなかったのに、2、3万票宝塚市にはあってもおかしくないはずがですね、1万6千票ぐらいしか取ってなかったっていうね。でそれで、維新と、えー、その、 中川智子市長の後継の山崎春恵さんっていうのが、でも接戦になってね、まあ、1600票差で、まあ、維新に競り勝ったっていうのがあってね、ま、あそれは良かったなっていうふうに、まあ、昨日のね、話題、昨日今日の話題として、ええー、あってですね、まあ、それは良かったなと思うんですけどだから自民党がね、やっぱ落とすっていうか、票を減らしてるっていうのが、まあ、ああの、いろんな市議選でもね、九州の、えー、大分市議選とかですかね、とかでもですね、まあ、結構、 目立ってるかなっていうことで、まあ、これでその自民党として安心できるのかなっていうのは思いますよね。で、やっぱり今ね、今その、真っ最中、広島参院参、再選挙、で、それ長野参院補選というのが始まって、まあ、北海道2区補選も、えー、明日ぐらいですかね、なんか国事かなんかされると思うんですけども、まあ、このトリプル選挙ですよね。この3つの選挙で、 ええー、まあ、与党は、ええー、与党というか自民党、公明党はですね、ええー、参院広島と参院長野で候補者を立てていると、えー。で、ま、あこれ、当初の目論みとしては、自民党としてはですね、まあ、参院長野と北海道2区補選はですね、まあ、特に北海道ではですね、えー、大臣が、農水大臣ですかね、ええー、が、なんか、あのー、 養鶏業者からお金もらってたというので、それで辞めたということで、候補者は出してないと。まあ、これで、その野党が全勝してしまったらですね、あの、まあ、与党としては、あの、なんかメンツが立たないから、参院広島で、え河、ー、井安里さんを辞めさせて、んで、あの、新しい候補を立ててですね、いわゆる野党対決、えー、とすると。 いうことで、まあ、広島は圧倒的に自民党が強いから、ここは勝てるんちゃうかということで、あの、やったっていう経緯やと思うんですけども、まあ、その広島ですらですね、え、昨日の毎日新聞では、えー、その野党系のね、宮口春子さんのがリードしているっていう情勢調査が出て、で、自民党が追うと。 ま、結構差がもう離されてるっていうね、もう衝撃的な結果が、あの、出てたんですけども、だから全敗する可能性があると。だからこの支持率で安心できんのかなっていうのは思いますよね。でもう 一方でね、僕は気になったのが、この N、特に NHK なんですけども、まあ、この菅内閣支持率が、まあ、回復傾向にあるかなと思うんですけども、まあ、その一方でね、この政党支持率で興味深いなと思うのが、日本維新の会がですね、なんか、その、この直近の2月、え、先月の3月から比べると、えー、なんていうんですかね、こう、 激減してきてるんですよね、なんかね。あの、2月は2.6%あって、3月は2.1%で,で、4月になると1.5%っていうね、このなんかこう、菅内閣支持率がまあ回復するにつれて、やっぱりその維新が下落傾向にあるのかなっていうふうに、 ねえ、なんか見えるかなっていうね。うん、まあ、誤差の範囲なのかどうかわかりませんけども、でも2、2%あったとこが1.5%にやっぱり減ってるっていうのは、まあ、これ予想もね、なんか立憲とかはだんだん増えてきてるんですよね。あの、先月は4.5とかだったのが、まあ今月、今回は6.3%と。 で共産党は、えー、ちょっと減ったぐらいですかね。うん、0.4ポイントぐらい減ってるぐらいですかね、共産党は、えー。今月2.7で前回は3.1と。で、維新がやっぱこう2.1からこう1.5っていうね、ま零、あ、0.6もこう1%台っていうのがちょっと、あの、どうなんかなっていうね。 ここは引っかかりましたね、なんか、ね、いや、それ、相関関係があるのかないのかっていうのは、僕はよう分かりませんけども、やっぱその、やっぱ菅内閣はダメだめだ、えー、自民党はだめだから、やっぱり維新がいいのかな、みたいな、あのー、こう、自民党がダメだったら維新、維新があかんかったら自民みたいなね、なんかこう、揺れ動いてる層があんのかな、みたいな、なんか、気はしましたね。うん ま、あでもそうは言っても、昨日はね、維新は宝塚市長選ではですね、えー、2万7000秒ぐらい取って、まあ、1 1643秒ですかね、その差で、まあ、負けたのは負けたんですけども、ま、あ金差までいい、惜しいとこまで行ったっていうね、なんかそういうのもあるんで、関西では僕は、まだまだ維新っていうのは強いと思うんですけども、ま、あただ一方で、昨日大分のね、佐伯市で行われた佐伯市長選ではですね、維新から、 え、出た方が3400票ぐらいで、最下位で当選して、全然取ってなかったっていうね。えー、現職の人は17000ぐらい取ってたんですけども、えー、この維新から出た人は3400票ぐらいで、も全然、あのー、取ってないっていうのがあってですね。やっぱ大分とか、やっぱそっちでは維新っていうのはまだまだ弱いのかなと。まあ、直近では岐阜とかね、岐阜の鏡が原、鏡ヶ原市、 え市議選とかですね。あと、東京の、えー、どっか忘れましたけども、そこにも全然取ってなかったんですよね。小金井市ですかね。小金井市議選で、維新の方が、えー、もう、もうそこも総力選としてね、いろんな、あの、方たちが応援に来てたんですけども、全然あかんかったっていうのがあったりとかして。まあ、だから、大阪以外ではまだまだなんかなと思うんですけどもね。うん、だから、もう、これがね、まあでも、衆院選が、 ことし10月ぐらいまでにあるということで、まあ、こう維新もそうですけれども、まあ、各党が、ね、もっとあの頑張って、えー、あの票を増やすようにしたらいいんちゃうかなというふうに思いましたけどもね。